話聞いてて、お互いのなんか絆を改めて感じた。ちょっとお互いの絆を確かめるような話していく。怖いってあのメモ用紙を渡すんで、ちょっと一番のバドミントンのこれまでの思い出はっていうのをそう書いていただいて、一致するかと思います。思い出、はい、きっとお二方が合うんじゃないかなって。あー、すごいハードル。あー大丈夫です。スタートは、はい、じゃあ行きます。せーの、じゃん。ちゃんとそういうとこまで書いたの。いやーもう何回振り返ってもいいですよ。ほんとそんぐらい嬉しかったし、いや正直瞬間ってあんま覚えてないんですけど、まあやっぱ今でもこう家にメダルがあったりとか、こう映像で振り返ったりすると、いやこうやって勝つ瞬間のために今までこう辛いこととか難しいことに挑戦して今までやってきたんだなって、もう本当報われる瞬間、やっぱり辛いことの方が圧倒的に多いと思うし、しんどいことの方が圧倒的に多いと思うんですけど、いやこのためにやってるでしょっていう、まあもちろんまだまだ2つ上には色があるんで、そこを目指してることには変わりはないんですけど、こうやって大きな大会で成果を出すことっていうのがやっぱり一番の思い出になるし、勝つの楽しいなって思う瞬間ですね。小さい頃からの夢だったオリンピックで、欲しかったメダルではないんですけど、本当に、まあ、メダルを取るのと取らないのでは、まあ、全然違うことだし、夢であったオリンピックでこう裕太君と一緒にメダルが取れたことが本当に嬉しかったので、この瞬間は忘れられないです。大丈夫だよって言葉がすごいいやー、ほんと救われましたよね。ちょっとコアな話になっちゃうんですけど、いやほんとは3決で1ゲーム取って2ゲーム劣勢で心折れかけたところで、もうほぼ折れた状態の時に大丈夫まだいけるってこう後押ししてもらったんで、もう一回踏ん張れたっていうのは、いやーもう感謝しかないですよね。もうあそこあれなかったらほんと潰れてましたから、メダル取る取らないって、いや本当に180度違うなって思いました。やっぱり裕太君2種目やってて、疲れとかいろんなストレスとかもやっぱり抱えてたと思うし、まあ、あの2ゲーム目負けてた場面だったんですけど、ここでもう1点取れれば絶対いけると思ったので、裕太君に声をかけたんだと思います。もう1個だけ最後にバドミントン以外でお二人の一番の思い出っていうのを最後ちょっとハードル上がる。いかつい質問ですね。いかついっすよ。いや、ここで綺麗なのに。このこれでもう見たパチン決まっておおなってよっしゃーで終わんないんだ。絶対合わないと思うんですけど、いいですか。いや俺合うと思うな、これ本当に。うん、せーの、はい。おすごくないですか。いやこれしかないんですよ、これしかないんですよっていうのは、これが一番の思い出でしょっていうわけではなくて、唯一一緒に二人でご飯行った場所がフードコートのうどん。だから1分の1だったんですよね。これだけあの歴史一緒にいて食事を一緒にしたことってそれしかないです。2人で一緒に食べた食事は本当にこのフードコートのうどん1回ですね。2人で食べたうどんは美味しかったですか。ちょっと急いでたんであれですけど。味わってないです。まあプライベートでこうずっと一緒にいるわけではないし、やっぱりコートに入って同じ目標に向かってこうひたむきに頑張るっていうスタイルが、まあ、僕らのスタイルだと思うんで、まあ、相性はこうすごく良くて、それにこう成果が、まあ、伴ってくれてるっていうのもあるし、まだまだ先を目指したいっていう気持ちもきっと一緒だと思うので、まだまだ強くなれるなっていうふうに感じてます。5月からオリンピックレースが始まるので、自分たちは一戦一戦一大会一大会を大事にしてるので、その先にパリオリンピックがあるので、
まずはレースを大事にしてパリオリンピックでも金メダルを取れたらいいなと思ってます。頑張ります。オリンピックレース1年とい こう長い期間、長丁場の、大会期間になって非常に、まあ、ストレスも感じるだろうし辛いこともたくさんあるとは思うんですけど、まあ、気持ちを充実させて、戦い抜くっていうことを大切に本当に一戦一戦、目の前の試合を一生懸命やることできっとパリオリンピックが見えてくると思うし金メダルが見えてくると思うので2人で力を合わせてこれからも頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。